調べてみたんだが、侵入してるウイルス自体は以前バイラスが作ったものによく似ている。問題はどうやってウイルスを作るか。以前皆さんがいらしたときは電子機能ステーション内部から直接プログラムを一度押されました。しばらくしよう。次のことです。お互いに聞き流しましょう。それはあの事件を受けて監視システムが強化されています。外からのハッキングの可能性は。外部から私へアクセスするためのネットワークルートは限定されています。よく限られた技術者には伝えられますが、それも定期的に変更されます。可能性は大変ゼロに近いでしょう。ゼロじゃない。先日、世界中のネットワーク通信網がウイルスによってシャットダウンしました。この施設は地球上で最も重要な宇宙エレベーターです。間違いなく、最も早く復旧したと考えられます。その時、もしもネットワークリードを監視する者がいれば、わずか数ミリ秒の間、私の通信ルートが見つけられるはずです。しかし、着電を進めていただきたいのです。そもそも、完璧なセキュリティというものは。いや、わかるよ。これも技術者の端くれだからな。その事件は心当たりがあるから。まさかこのための仕掛けだったのか。
定だ。地上の施設コントロールは復旧したぞ。出港の